はい、こちらガイモンドです。リアル越しにそっぶち替えます。はい、ということですね、今日も SSR セレジメンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セレジメンス代表、河合モンドです。全数シルカレゾー検査会館館長でもあります。武道と護身術双方の観点で見ることができます。ぜひともよろしくお願いします。はい、まずですね、宣伝をさせてください。さオンラインですね。こちらの方が今やっております。で、剣護身術と SSR が組んだ。がっちり手を組んだ。ね。リアル護身術ということでですね、リアルな護身術を学べる、そして護身術インストラクターになれる、ライセンスが取れるという画期的なオンライン護身術講習になっております。ぜひともですね、毎月募集してますので、入会していただきたいと思います。私はですね、SSR セルディフェンス代表、河合モンドとしてですね、いわゆるその、リアルな対凶悪犯罪護身術、護身具術講座の講師をしております。ぜひとも、入会していただきたいと思います。総合護身インストラクター講座オンライン、今やっております。入会してください。詳細は説明欄、概要欄から入っていただいて、そこからリンクを踏んで飛んでいただきたいと思います。説明会もございます。ぜひともよろしくお願いします。はい。そしてですね、料理でリアル護身術をぶちかます。はい。かわいいモンド。うちの娘が作画担当しましたサインが入ってます。私のね、サインも入れることができます。ぜひともですね、購入していただきたいと思います。ストアーズさんから購入できます。こちらの方もあります。怖いな、怖いな。うざいな、うざいな。稲川モンド T シャツ。どうですかね。これはね、可愛いモンドの祈願っていうのをね、いわゆるそのリアル護身術をぶちかまーすの SSR セレディフェンスの、スピンオフとしてやってますね。そちらの方の超常現象だとか、いろいろこう見ていくという、チャンネルって言ったらおかしいですけど、動画があるんですけど、その中で公開しております。ぜひとも、この T シャツも購入していただきたいと思います。稲川モンド T シャツ、絶賛発売中、よろしくお願いします。はい、すいません、ちょっと買いましたね。はい、それからですね、ドネーション。こちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。寄付をしていただきたいと思います。あとは DVD 出ております。リアル護身術をぶちかます。S 護身術をぶっ壊せ !DVD 出ております。これを見たら護身術が学びたくなる。だけど、リアルな護身術が学びたくなる。S 護身術なんか学びたくないっていう気持ちになりますので、ぜひとも購入していただきたいと思います。その他ですね、護身具術講座 DVD も出ております。スタンガン催涙スプレー、特殊警棒フラッシュライト、ね、各種出ております。あとは危機管理術だとか、運速だとか身体操法だとか、そちらの方も出てますので、ぜひとも購入していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ね、これでやっと全部言いましたね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日のトピックなんですが、ですね、前回スローニンさんから、ちょっと質問をされて、で、それに対して私回答して、で、まあ、スローニンさんから、まあ、ちょっと、回答としてはちょっとずれてたところあるんですけど、まあ、回答いただいて、それに対して私また返しましたよね。はい。でですね、一つだけ私は、これ別個にしたかったんですよね。本当は一緒にしたらよかったんでしょうけど、いや、ちょっと尺取るんじゃないかなと思って、ですね、どういうことかっていうと、私が、回答した時じゃ、あ、回答した時じゃないかな。ですね、ご神宮の、関係の動画を作った時に、ちょっと最後の方なんですけど、総合新インストラクター講座オンラインの話をしました。で、その時に、最高の護身体術ですかね。最高の護身体術が学べますっていうようなことですよ。まあ、ことっつったらだけど、そういうことを私が言いました。で、どういうことなんですか？あの、最高の、まあ、使えるってことですね。私が言いたいのは、使える。最も使える護身体術が学べますっていう話をしたのは、どういうことなんですかっていうことなんですよ。それはソロニンさんからいただいて、それを私別個で回答しますっていう話したんですけど、基本的にですね、護身体術っていうのは、総合護身の中では護身体術は教えてないんですよね。身体操法っていうのは入ってます。武術的身体操法っていうのは護身具術の中に入ってるので、それは同時に教えたりしてます。いいですか。だけど、護身体術っていうのは私は専門ではないんですよ。あの中ではね。いいですか。私はやってますよ。護身体術は SSR でやってるんだけど、やってみえるのは、剣護身術さんの黒木代表が中心となってやってみえるんですね。いいですね。それが総合護身インストラクター講座オンラインです。いいですか。で、その他にいろいろ機械論だとか、危機管理術だとかっていうのもあるんです。私は基本的に護身具術がメインとなっております。いいですね。そこに付随して身体操が入っております。いいですね。それまず覚えておいていただきたいと思います。ね。なんですけど、で、なんでそこで最高の護身体術って私がその言ったのかと言いますとですね、例えばね、通常の巷でやっている護身体術っていうのは、まあいろいろあるんですけど、私は思ったのは危なっかしいなっていうのが根本的なところです。いいですか。格闘技だとか武術だとか武道の話をしておりません。格闘技、武術、武道っていうのはそもそも格闘技、武術、武道であって、護身術的な側面は多少あれど私は護身体術とはあんまり見てません。
いいですね。ここのところちょっと非常に難しいんですけど、まあ、やるのは悪くないし、やった方がいいんですよ。絶対的にやった方がいいです。それは私推奨してるし、あれなんですけど、基本的に、やはり護身術っていうことになってくると、例えば護身体術っていうことになってくると、凶悪犯罪ってあるじゃないですか。ね、その凶悪犯罪っていうのは、護身具術担当、担当って言ったらだけど、専門だと、私は考えております。いいですか？他の方がどう思ってるかわからない。他の市販の方がどう思ってるかわからないですけど、だけど私は、基本的に凶悪犯罪対応は、護身具しかないと思ってます。いいですか？そこは非常に重要です。まあ、もしくは身の回り品。言っても身の回り品。だけど身の回り品っていうのは生存率がぐっと下がるから、やはり、有効な護身具を使うのがいいというのが私の主張であって、いいですよね。それは私言ってますよね。じゃあ、護身体術はどこで使うのって話になった時に、護身体術は身体奏法は今取ってます。いいですね。なぜかというと身体奏法は使ってるので。護身具術の中には身体奏法入ってるので、いいですか。だけど、護身体術っていうのは、基本的に打撃が入ったり、締めが入ったりだとか、リリースが入ったりだとか、わかります？リリースね。リリースが入ったりだとか、まあ、小手返し入ったりだとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうものですよね。あと、まあ、ちょっとしたさばきだとか、ブロッキングだとかっていうのあるじゃないですか。そういうのは護身体術なんだけど、軽度いざこざにおけるものが基本的に護身体術って私は思っております。SSR としては。まあ私イコール SSR の考えなので、護身体術が出てくるときってどういうときって言った時に私いつも言っている通り、全く間違いなく私が言っている通り、いわゆるその軽度犯罪のときだと。もしくは軽度いざこざのときであると。私は定義をしております。いいですか。となると、わかりましたよね。よく口論になって相手がたらふとなんかこう殴ってきたら、お前悩むでやるみたいな感じのね。わかりますかね。だけど、そこのエスカレートの仕方によっては、私は範疇は凶悪犯罪には入ってくると思います。いいですか。だけど、その社会において、ゴロゴロしてる。まあ、いろいろありますよね。いざこざがあるじゃないですか。そこまでむちゃくちゃ危険じゃないんだけど、だけど、わかりますよね。そういういざこざ的なところから、ちょっとした暴行が出る形。いいですよね。そうすると、まあ、そのライン付けって非常に難しいんですけど、私は護身体質が出るべきだと思います。で、あとは法的対処とバーバルっていうことですね。いわゆる口頭護身術。いわゆる会話によって相手をコントロールするという、会話操作というやつですね。それが出てくると思います。だから、バーバルと、身体操法を使った離脱と、それからあとはまあ、裁きブロッキングってことですね。まあ、最悪な状況において打撃という部分が出てくるのかもしれないですけど、そこまで私は重点を置くべきではないと SSR の考えとしては思っております。いいですか。で、そういったことを踏まえた状態で、総合護身っていうのは基本的に剣護身術さんですね。で、黒木代表は、まあ、享受して見えるんですよ。で、私これ何回も言ったことあると思うんですけど、和の戦いっていう和ですね。和の戦いっていうことで、要は法的なこともやはり考えなければいけないっていうことですね。これ非常に重要ですね。で、私初めに言ったように、今私見てる巷の護身術、いわゆる護身体術の部分ですね。凶悪犯罪に通用すると私はその巷の護身術になるってあんま思ってないので、基本的に護身体術を見たときに危なっかしいのが非常に多い。なんかあったらぶん殴れ。なんかあったら倒してぶったたいて、コンクリートの頭ぶつけろとか。ね。なんか非常に危ないのが多いんですよ。ね。だけど、私は黒木代表の技を見て、で、技術的なことを見て、和の戦いっていうことだから、基本的に離脱を、中心としてやっていく。だから、相手に負けなければいいっていう考えなので、例えば格闘技なんかでもそうなんですけど、ちょっと格闘技だと本当に良くないんだけど、まあ、格闘技武道ですよね。で、例えばですよ、ちょっと話飛びます。すいませんね。例えば私が空手をやってますよね。で、組手をしたってなった時に、例えば年齢が上がってくると、相手を倒すことはまず難しくなってくるんですね、これは。非常に難しくなってきます。だからどうすればいいのかってなると、負けないようにすればいいんだっていう考えに落ち着くんですよ、これは。これはずっと道場で組手とかやってたらわかります。倒すことが難しくなってくるんですね。なぜかというと相手が若かったりすると体力があったりだとか、スタミナがあったりするので、技術ももちろん上がってくるんだけど、まあ、根本はスタミナですよね。スタミナで負けてますよね。年齢が上がると。そうすると、どうしたらいいんだろうってなった時に、あ、自分は黒帯だし、ある程度の黒帯としてのプライドってなきゃいけないでしょう。そうなった時に、相手をめった打ちにしたりだとかってことは、若い頃はできます。ね。その状況に応じてやっていい時とかやっていけない時はありますけど。だけど、じゃあどうしたらいいんだろうってなった時に、若いうちはできるけど、年取ったらできなくなるんですね。だからどういうことかって言ったら、なるべく負けないようにしようって考えるんですよ。
負けなければとにかくいいんですよ。負けなければってどういうの負けないのって言ったら、ノックダウンされないとか、例えば溝落ち叩かれてうーってならないとか、ローキック受けられてあーってかってならないとかっていうやつですね。これ非常に重要なんですよ。黒帯の場合は特にプライドがなきゃいけないので、顔に出したりとかしたらダメなんですよ。だからポッカーフェイスにするんですよね、みんな。ポッカーフェイス、まあフルコの話ですけど、ポッカーフェイスにするってことと、食らったとしても聞いてないって顔するんですよ。で、そのためにはやはり技術を磨いていかないと絶対ダメだし、例えばブロッキングだったらブロッキングの技術、さばきの技術っていうものですね。これは経験が上がってくれば上がってくるほど、これはどんどん上がってくるんですよ。技術的なことっていうのは。ね。なので、そう考えてくると、負けない戦いっていうのは、もう確かにわかりますし、黒木代表が言ってらっしゃる。で、やっぱり、体力的なことがどうしても出てくるから、年齢が上がるにつれて、じゃあどういったことができるのってなってくると、武術なんですね。武術に注目するようになるんですよ。人間って。これ面白いことですよね。山木先生もそうですよね。山木先生もそうじゃないかな。武術の方に。武術の方を取り入れてらっしゃいますよね。なので、まあ、他の先生方もそうなんですけど、まあ、有名な方とかもそうなんですけど、皆さんね、武術の方に移行するんですよ。なんでかっていうと、年齢が上がるにつれて、スタミナだとか体力とかっていうのは落ちてくる。そうすると、技術をどん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 磨いていかなきゃいけない。だけど、その技術っていうのは、通常やっている空手の技術っていうよりも、古流なっていうんですかね、古武術的な技術の方が、すごく有効なんですね、これは。これは皆さん気づくんですよ。年齢がいくと気づくんですよ。なんでかって、若いうちはどんだけでも強いことできるんですよ。だけど年齢がいったらダメになるんです、みんな。漏れなくダメになります。例えば、総合やってる、例えば総合格闘技やってる人たちとかもそうなんですけど、年取ったら終わりです。年取ったら終わります。はい。これ誰でもそうです。例えば空手でもそうです。第一線でやってた人でもそうです。年齢がいったら終わります。はい。もうガチで弱くなります。だからどういうことかって言ったら、こういう方たちっていうのはダメだなって途中で気づくんですよ。だから武術にシフトするんです、みんな。そうすると、武術にシフトすると強さがどんどんずっと維持できるんですよ、これ。不思議ですよね。だからそういったことを考えたときに、例えば、黒木代表のお話を今しているので、黒木代表っていうのは、すいません、遠いのなって言ったら失礼ですけど、もともとフルコンでやってみえたんですよね。フルコンタクト空手でやってみえた方ですよね。で、ちょっと流派の方は私言いません。はい。私は関係がある流派なので、あれなんですけど、私言いませんけど、私は知ってます。はい。で、そこでずっとやってみえた方で、優勝して見えるんですかね。重量級かなんかでも優勝してるんですかね。とにかく、フルコン空手を知ってらっしゃるんですよ。だから、同じ旗なんですね。結局。フルコンタクト空手、フルコンタクト空手。で、空手をずっとやってみえた方なんですよ。だけど、そこから、柔法の方に移動してますよね。わかりますよね。わかりますよね。柔法の方に移動していらっしゃいますよね。柔法。わかりますよね。どういうことかっていうと、力じゃないなっていう。力でやってたらあかんなっていうところに行き着くんですよね。これ、皆さんそうなんですよ。これは面白いことに。で、黒木代表も、やはりそこのところシフトして、だからわかってるので、フルコンの時の方がずっとわかってらっしゃると思うんですよ。でその状態から柔法のシフトしているということで、まずそこの、なんていうのかな、根本的なところが私すごく、わかる。すごく私がわかるっていうところもありますし、あとやっぱり負けない戦いっていうことだとか、あとは法的なことをしっかりと意識した動き、対実のやり方っていうことですね。これっていうのは私先ほども言いましたけど、巷の護身術っていうのは何かあったらぶっ倒して頭ぶつけろとか、何かあったらボッコボコにしろ。ね。なんかあったらナイフで切っちゃったやつ。まあ、これは武器だけど、ナイフが出てきちゃったりだとか、なんかあったら目ん玉潰せとか、金的をまず潰しちまえとか、なんかそういうような感じのが多いじゃないですか。あと、締めちまえとか、なんか多いじゃないですか。だけど、実際の護身術って、護身術の軽度いざこざにおける。軽度いざこざって一番多いですからね。一番よく起こりやすいやつなんで、そういった軽度いざこざの護身術っていうのは、そういうのは必要ないんですね。やばいだけなんです、自分が。結局その法的に、罰せられることが非常に多いんですよ。やはり社会において、いや、日本って法治国家じゃないですか。この社会、日本社会の話をします。まあ、オーストラリアもちょっと似てるかな。まあ、凶悪犯罪多いですけど。基本的に法治国家において、そこまでガンガンバッカバカにやるとかっていうのは、アウトなんですよ。絶対に。だからそういったご親切は皆さんやらないようにしてくださいね。非常に危ないから。うん。だからそこのところで、ああ、ちゃんとやっぱり分かって見えるなっていうところもあるし、武術的なところにシフトしている。
力をなるべく使わずともできるようにするというところにシフトしているということで、私はまず最高の体術っていう表現を使わせていただきました。いいですか。それとですね、これむちゃくちゃ大事なんですけど、普通のね、私今まで巷の護身術の話とかもしてますけど、巷の護身術っていうのは基本的に、SSR スタイルっていうのを嫌います。いいですか。護身具使ってとか、軽犯罪法違反やとかね、そんなんダメやとかって、だいたいそこのところをに来ます。はい。なので、嫌がるんですよね。基本的に嫌がってるんですよ。で、この SSR と交わるということは非常にやはり皆さん嫌う。で、護身具の話をするのも嫌う。まあ今最近ちょっとシフト変わったね、シフトが移ってきて変わってきてますけどね、考え方。あかんなって、これ SSR のやり方ちょっと合ってきてるやん、今、みたいな感じになってきてるから、やべえなって多分シフトしてると思うんですけど、まずそこのところが、普通の巷の護身術っていうのは、その護身具の受け入れをまずしていないと。特にサイレスプレーだとかスタンガンとかのところですよね。ですから、その、基本的にサイレスプレーはダメやん、みたいなね。前そういう先生もいましたけど、サイレスプレーなんか使ったらあかんやん、みたいな。制汗剤でええやん、みたいな。制汗剤なんか使えねえんだけど、私実証しましたよね。使えないっていうの。顔に思いっきりぶっかけて目玉に入ってるの聞いてねえってやつ。それを使えるやんみたいなことを、無責任なことを言う人もいるんですけど、制汗剤なんか使えないし、ね、だからサイレスプレーって話をしてるんですよ。ね。だからそこのところを認めたがらないっていう先生たちがいっぱいいて、その中でですよ。その中で黒木代表は、いや、使えますねと。これは凶悪犯罪、やっぱりこれ一番いいですよっていうお話をされたんですよ。私で話してるんですけど。だから、組み込んだんですよ。普通だったら組み込まないでしょ。いやーこれでもダメですよってなったら、そもそも組み込まないんです。中に入れないんです、そんな人は。だけど黒木代表は心がやっぱりね、広い方なので、SSR 使えますね。絶対使いましょうって入れましょう。ということで、総合護身インストラクター講座オンラインの中に入ってるんです、これが。これはもう画期的だと思いますよ。画期的だと思います。私はかなり画期的だと思います。ここのところは。はい。まあそこのところが、取り入れたっていうところが私はすごいな。っていうところもありますし、女性受講者の方ですかね、女性受講者希望の方ですかね、が連絡があって、黒木代表もお話をして、ナイフで来た時ってどうですかって言って、素手でいけますかねみたいなお話した時に、いやもうやっぱりサイレスプレー一択ですねっていうお話を黒木代表もしてるんですね。まあこれは言っていいと思うんですけど、私前何回か言ったことあるので、このお話を動画で私言ったライブでも言ってると思うので、あれなんですけど、ああ一択ですよ、サイレスプレー一択ですよっていう、そこのところですよ。基本的に死の後の言わない、死の後の言うっていうのは、いやサイレスプレーは軽犯罪法で、いやこうでこうでこうでって言って言い出すと、一般市民の考え方ではないですよね。それ警察側の考え方ですよね。私には関係ないので、警察側の考え方は関係ない話なので。だって私たちはなんか凶悪犯罪に遭遇した時に、で何か私はしなければいけないわけじゃないですか。逃げるのは逃げればいいですよ。逃げれなかった時に、私自身の命と、例えばこの第三者の人たちの命を守らなきゃいけないわけですよね。その時に警察の方々って責任を取ってくれないですよね。当たり前の話だけど、だって責任取る必要なんかないもん、警察の方たちは。自分の仕事を職務してるだけだから。関係ないですよね。で、来てね、遅れてきて、まあ遅れてきてっておかしいけど、それは最短で来ると思いますよ。5分から10分で。だけど、犯罪っていうのはそもそも数秒で終了してしまったりだとか、1分以内に終了するでしょう。そうなった時に、もう終わってるわけですよ。刺されちゃってるわけ。やられちゃってるわけですよ。ああ、しまった、サイレスプレーが使ったらあかんわって思ってたとして、ああ、軽犯罪は高いあかん、使ったあかん、身の回りひんやって言ってやってたら、自分も刺されちゃったみたいなね。技術が結局足りないし、全然できないから。手足の延長でしかないから、身の回りは。そうなった時に警察の方が来て、いやーこれ、しょうがないですねーって終わりですよ。そうですよ。残念ですねーって終わりですよ。だって警察の方には関係ないから。それは皆さん心の中で思ってると思います。自分の命自分で守ってくださいよ、そんなの。じゃあなんでサイレスプレーが。じゃあそれだって警察官の立場があるでしょう。理解しなさい、それを。いいですか。はい。だからそこは重要です。警察官の立場があるから、あの方たちの立場があるんだから、言えないことも言えないでしょ。言いたいことがあっても言えないんだから、当たり前じゃないですか。だから、どういうことかっていうと、サイレスプレーを持ってたら持てばいい。いいんです、それは、それで。ね。それを隠匿するっていう考え方もあるし、それを、いや、隠匿したらあれだから、ポケットの中に入れておくってこともあるでしょ。だけど、ポケットの中に入れた状態で勝訴してるっていう勝訴例があるので、最高裁での。無罪になってるという例があるので、小型なものを持ってれば、何も問題ないと思います。はい。
で、ちょっと今話がちょっとずれましたけど、どういうことかっていうと、その催涙スプレーとかね、そういったものに対しての、やっぱり心がやっぱり深いっていうことですよね。そこのところを、まあ、黒木代表は持ってらっしゃるっていう話ですね。すいません、ちょっといろいろずれてますよね、話がね。はい。なので、そこのところまず理解していただきたいということで、私はだからそこすごいなと、黒木代表ってすごい方だなって、まず思いました。だから和の戦い、ね、やはりその法的なものに則った、っていう戦い、社会の中での枠組みの中での戦いってことが非常に重要なので、法治国家であるがゆえにね、日本は。だからそれが非常に重要なので、それに沿った対立っていうのを学ばなきゃいけないし、やはり御神具というものの認識が黒木代表はあるということですね。しっかりと認めてらっしゃるということですよ。いいでしょうか。まずそこのところがあるということですよね。だから私は最高の対立っていうのは、私は巷でやってるのはかなりやばいのが多いので、それに比べたら、もう全然私はダントツ私はお勧めします。はい。釣り御春さん、皆さん入会してください。よろしくお願いします。はい。で、私はそれと一緒に、総合御神インストラクター講座オンラインですね。こちらの方を学んでいただきたいと思います。これはもう私たち一緒にやってるので、釣り御春さんも、それから SSR も一緒にやってるので、そちらの方をですね、入っていただきたいと思います。これ非常に重要なことだと思いますよ。私は画期的なことだと思うし、革命だと思います。はい。全く違う部類の者たちが、交わって手を組んでやるっていうことは、私はすごいことだと思うので、妥協の部分っていうのはどうしてもありますよ。妥協の部分っていうのはどうしてもありますけど、お互いに。だけど、ここまでになったというところは、私は本当に素晴らしいことだと思います。本当に、ね、黒木代表、ありがとうございます。はい。だからそこのところですよね。まあ、それがあるっていうことですよ。ですね。で、あとはですね、最近ですかね、新幹線だとか電車ですよね。電車の中で事件がちょっと多発してますよね。小田急の件もあるし、それから、新幹線の件もありましたけど、電車での事件、まあその間にもあったかな。その前かな。その後ですかね。勝ったのがありましたね。勝った出してカチカチってやったっていう。電車の中ではない、ね。っていう連続して起こってるので、それに関して、剣御神術さん、いわゆる黒木代表が中心と、当たり前ですけど、中心となって、講習をやってみえます。いいですか。で、その時に、傘と、バッグ等の防護盾だと思うんですけど、身の回りのものを使った、御神術というのを紹介してみえます。はい。で、私は黒木代表からもお話しいただいてるんですけど、SSR さんの技術ちょっと中で見させていただきますっていうことをいただいてるので、まあおそらくゴシングだとかっていうのも、お話とかされてるとは思うんですけど、全般的にそちらの方もやってらっしゃるっていうことなので、私はだからすごいことだと思いますよね。これがね、本当にね、巷のご手術になってくると、未だにね、体術に固執してるっていうところがね、非常に多いんですよ。いや、それはちょっとエクササイズでしょって、それだけに固執してるとやっぱりおかしいんですよ。それをやるのは悪くはないんだけど、それだけに固執してしまってるっていうところが非常に多いっていうところは私は良くないなと思います。はい。でですね、あとですね、まあ今私 SSR の話をしないですですか、黒木代表の釣子俊さんのお話をするんですけど、対刃物対術ですかね。対刃物対術っていうのをやってみえます。で、SSR でも対刃物対術はやっております。これはもう、意外やんって思わないでくださいね。私これ何回もブログでも言ってるし、何回でも動画でも言ってるので。何回も何回も繰り返し言ってるので、理解してください。はい。私も護身対術、私と護身対術っていうのをやっております。いいですか。なので、護身対術っていうのは対刃物の対する護身対術で、じゃあなんでやるのって。まあ、もんとお前矛盾してるじゃないっていう話になるでしょう。そうじゃなくて、身体奏法ですね。身体奏法のあれで来た時にどういうふうに動くかっていうのは非常に重要になってきます。だから運足の使い方っていうのは非常に重要になってきますし、もう一つっていうのは刃物の動きというものを学ぶ時に非常に私はいいと思います。なので、刃物がこう来た時にこういうふうに動くんだっていうのをよく見るっていう意味ですね。そういったことで目を鳴らすという意味合いもあります。いいですか。だから例えば SSR だと、まあ、釣りご主人さんもあれかもしれないですけど、SSR だと本物の刃物ですね。本物の刃物をちらつかせるっていうのはあるんですよ、それは。もちろん安全を考慮してやってますよ。だけど、何か素早い動きは絶対してはこれは危険なので、ちゃんと防護した状態で向けるっていうだけなんですけど、そうするとどれぐらい怖いかっていうのもわかるんですよ。だから、素手で向き合うっていうのもやっております。いいですか。だから私はその、釣り御神さんが対刃物対術をやってみるっていうのは悪くないことだと思うし、このまま続けていった方が私はいいと思います。いいですか。はい。なので、そこですよね。認識ですよね。うん。認識っていうのは非常に私は重要だと思います。認識っていうのは、対刃物の
ことをやってたとしても、例えばね、黒く代表の鶴子慎さんだったら、それで身の回り品とかって言ってやってみえるじゃないですか。例えば新幹線で、電車の中でね、ご慎さんやるときに身の回り品を使ってこうってやってみるじゃないですか。だから認識っていうのは、普段やってることでこうだけど、実際の練習っていうのは並行してそれをやっているという流れですよね。それが私は非常に重要だと思います。はい。もちろん、黒木代表のやってみるのは、武術的要素っていうのが非常に私は強いと思いますから、まあ当然ですけどね、武術っていうことであれなので、そういった面っていうのはやっぱりどうしてもね、強くなってくるとは思うんですけど、まあそこはあれかな、SSR の場合は確実にもうバッチリ分けてるところがどうしてもあるんですよ。SSR は。パッと完全に分けてるところがあるので、武術、武道、格闘技、それから護身術っていうのは、ズバッと分けてるところがあるので、そこのところはね、しょうがないんですけどね。うん。それは全く違う、団体二つが組んでるやつなので、それは皆さんちょっと理解いただきたいと思うんですけど、私は護身体術、どうですか？ね。もちろん、あと護身術、どうですか？って言った時に私は鶴陽心さんをお勧めいたします。はい。ということですね。いかがでしたでしょうか？ね。だからこれちょっと尺取りましたよね。かなり尺取りましたよね。20分、25分ぐらい取ってますかね。はい。なので、多分、前の動画につなげちゃうと、ドンと長くなるのじゃないかなと思って、今回こういう形で分けさせていただきました。はい。その2さんいかがでしたでしょうか。最高の体術って話した時に、こういうことですね。はい。ということです。まあ、これは私何回も言いますけども、かといって、他の格闘技だとか武術だとか武道を指定しているわけではありません。ね、こちらの方はもう私は続けていただいた方がいいですし、それはマイナスなんですかって言っても私はプラスだと思います、はい、学んどいた方がいいと思いますよ。当然です、はい、ただし護身術っていう話になった時に、護身術における、護身体術、護身術における徒手格闘術っていうのは動きが違ってくるので、それは理解していただきたいと思います。いいですか、はい、あと法治国家での護身体術、動きですね、も違ってくるということです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こういった形で、今回ね、鶴子慎さんのお話をちょっとさせていただきました。はい。それではまた次回にお会いしましょう。リアル子慎さん。ぶちかます。